写真撮りたかったけどやめた。さすがに携帯預けてるしな。いやーさすがにね、人がいっぱいおるとこで写真撮るのはさすがにまずいかと思ってやめてた。楽しかったけどずっと立ちっぱいから見て疲れた。別に椅子座れるし椅子を置いてくれてるけど、やっぱり立った方がやりやすいから立ってたら疲れた。膝の裏が痛い。しかもまっすぐ立つならいいけど前傾姿勢で立ってるから。フルフル先生めっちゃおもろいわ。今日絵日記じゃないわ、ルームその日記で全部書くと思うわ。だって今さっきキープメモに全部日記書いてたもん。メモ詳しく感情まで。だからそっからいろいろカットして書くから、その自分の書いてるキープメモの日記はほんまに全部感情まで含めて書いてるから、そういうとこカットして投稿すんねんな、いつも。だから基本時系列で全部書けると思うわ。あー疲れた。立ちっぱやっぱりしんどいな、前傾姿勢の立ちっぱ。でも楽しかった。やっぱり学級機って楽しいよな。そういえば私さ、学級機どこに置いてるんやろ。じゃどっかにな、直してんねんな。なんか大事に直しすぎてどっか行ったって話してたけど、フルフル先生めっちゃおもろいな。どこやったっけな。どこやったっけな。疲れた。顔でかい。完成はしてないよ、まだ1日目やもん。どのクラスもまだ始めてない。私のクラスが一番早い。その1日で完成するもんじゃないしな、学級機って。夏休みかけてやるようなもんやもん。めっちゃ楽しかった。キュートとプリティの違い知ってる？なんかどっちかがぬいぐるみとかの方の可愛いねんて。キュートかで、プリティがプリティやったっけ。なんか可愛いでもいろいろあるやん。だからそれが違うなんて。どのくらいの大きさ。学校の机4個分の大きさ。ちょうど分からんか。まあ、とりあえずでかい。めっちゃでかい。お、ほぼ一人でやってる。なんか同じクラスの子が二人くらいやってくれてん。で、草ちゃんはずっと隣で見ててん、かかんと。で手伝ってくれてんねんけど、二人けどさ、私のやつやからさ、なんかやっぱりわからんみたいでさ、なんかめっちゃ感覚で書くねん私絵って。だから説明も何もないねんけど、見たらわかるやんとしか言われへんねん。もうなんかほんまに感覚やから、下へこれなんやからこれって言うことしかできひんから、なんか説明しても感性でさ変わってくるやん。だからあーそこ触らんといてほしいっていう時と、あーそれそこじゃないって思うけど、やってくれてるから言われへんくて、うんいけるって言って自分で直してたら、ほぼ全部一人でやってることでした。でそれやりすぎて下の色がなんか重ねたら浮いてくるっていう。まあいいんですけどね、やってくれてるからな、言いにくいねんな。あーそうじゃないって。丁寧にすることだけが全てじゃないからな。
それで私のイラストが選ばれたから私のやつで、なんか誰に投票したみたいな話になって、その手伝ってくれた子しめじちゃんなんやけど、部活前に来てくれててわざわざ忙しいな。でしめじちゃんが俺さ九条のやつに投票したでって言ってたから、えそうなんてしめじちゃんのやつに投票したでって言って、お互い何投票してた。あともう一人友達のやつ、俺のトラにはって言ってたから、それ迷ったけどどうしようかなってなって、違うの選んでんなって、でも迷ってたでって言ってた。で草ちゃんのは論外、でもあれは秒で外だもん。でも面白かった、可愛い草ちゃんっぽい、まあ、真剣なんで真剣なやつを選ぶ。私はなめこちゃんとしめじちゃんを何のひいきもなしに選んだ。ほんまに何のひいきもなし、だってひいきしてたら絶対私草ちゃん選ぶもん、けどほんまにひいきなしで選んだから、なめこちゃんとしめじちゃん選んだからじゃないか、選んでそれになった。なんか私の友達絵うまい子ばっかりやねん、だから今年不安やったけどいけるかなって、だからどうしても身内のやつで選んじゃうんやけどさ、あんまりうまいのが友達ばっかりやからひいきじゃないねん、あんまりひいきじゃなくてそれ選んでた。今日1時とかに学校終わったのに帰ってきたん6時半や。何時間おった？5時間くらい？5時間くらい返したん？すごいな、私5時間ノーストップで返した。まあ、ペンギンのとこに遊びに行ってきた。楽しかったな。懐かしいと思って。ペンギンちょっと太った？ちょっと太った。かな？なんかちょっとスーツ着てたからかな、ちょっとお腹出たかなって思った。顔もちょっとだけ一回り大きくなったかなって思った。まあ愛される面積が大きくなったから。フロール先生ほんまにおもろいわ。お元気です。今日は楽しかった。なんか最近ご飯食べるときに咀嚼すんのがめっちゃだるいねんな、なんか食べんのめんどくさい。ペンギンのスーツシャッシャーシャッシャーやけど、お腹出た分ちょっとピチッとしてた。お腹の張り具合で伸ばしてた布を。でなんかな、昨日ペンギンがどっか横浜とかのなんか水族館に行ったらしくて、でその話を友達と2人でしてたから、なんでこの4人いる空間でそこだけと喋るんやろうと思って、何の話って小声で言ったらなんか聞こえてたみたいで、なんか4人で喋っててん。ペンギンとお友達、1年の時ずっと遊んでた友達と、まあ、今も仲いいんやけど、と草ちゃんと私で言っててん。その仲良かった子と、今もやけど、その子とペンギンで、まあ、近いから喋ってて、物理的に近いとこにおったからな。で何の話って言ったら聞こえてて、昨日水族館に行った話って言ってて、仲間に会いに行ったんやって言ってん。なんかだいたいそういう時ってさ、誰と行ったんよって言うより先にさ、一回ふざけんねんってバウンドさせんねんけど、仲間に会いに行ったんやって言ったら、あうん仲間いっぱいおったって言って、ペンギンの写真見せてくれて可愛いと思って。
私のフォルダにもいっぱいペンギンおるって言ってて、めっちゃ可愛くて。で本題に入りましょうと思って、でなんか誰と言ったんですかってダメ元で聞いてみて、もうどうせ答えへん、この人絶対答えへんと思って聞いてん。でまあ答えへんと思ってたからあんまり間空けんと、なんか何人で行ったんですかって聞いてん。あの前ショールームで喋ってたやん、なんか奇数やったらデートの可能性は低いって言ってたやん。なんかだってさ、わざわざさ誰かのデートにさ一人入るなんてことめったにないやん。私はやったことあるよ、お姉ちゃんとお姉ちゃんの彼氏がユニバ行くってなった時にお姉ちゃんが一緒に行くって言って連れて行ってもらった時はあったけど、そんなことないやん。だってペンギンの兄弟言うても年の近い弟やし、わざわざそんな水族館についていくなんてことないと思うから、奇数やったらデートじゃないやろなって思って、で4とかやったらワンチャンありえると思ったけど、そんなめんどくさいことしひんかなと思って、だから2やったら確定かなって思って聞いてん。だから普通にその横浜のやつは行きは一人で行ったよって、行きは帰りはと思って聞いてたので、まあこれ以上探ってもどうせ聞こえへん、聞こえへんっていうか答えへんと思ったから、なんかもう諦めてその水族館は。でこの前のさ花火大会行った時は誰と行ったんですかって間違えて誰と行ったか聞いちゃって、あ違う違うと思って、なんか何人で行ったんですかってもう一回すぐ聞き直したら、なんかそれは二人って言うから、おっとって顔しておっとって顔して見てたら、なんかんちょっとこれは来たんじゃないと思ってこれは疑惑ですね、ほぼ格やと私は思ってる。いやだってその前にな、そんな男が一人で水族館なんか行くわけないやろって言ってたから、ラブラブすんなよ、そんな頻繁にデートしやがってよ。水族館の次は花火かやっと春が来たなって夏やけど、ほんまっていうのをそうショールームで言ったるわって言っといた。そうですよ、ついにほぼ格やと思ってる私は。なんかさもうずっとため息ついてなんかみたいな感じやから、1年の時みたいな、だからなんか「どうしたん、失恋した」って言ってたら、なんか「お前らがめんどくさいからや」って言って言われてたけど、これは逆に失恋じゃなくて彼女ができたからそんなしょうもないことに時間割きたくなくて言ってるのかなって言ってた一人で。だから全部ショールームで言ってファンの人にみんな行きまーって言わしとくわなって言っといた。ついに来ましたか、ついに来ましたがペンギンさん、もうだってペンギンの一族に合わせてるもんな、水族館行ってこれが俺の彼女だよって、もう親にまで見せたってことやろ、ペンギンの親に。だってペンギンが水族館に行ってるってことやで。だからな、知らんけど腹立つね別に。いやーおめでとう。ほんでこれじゃない、なんで円安やねん。昨日夜読書感想文書いてた、言葉の裏を見抜きました。いや裏なんかないやろ、もう表に出まくるよ。いいな、もうちょっと横浜の握手会が早かったら、まあ会っても気まずいけどな。だってどうする、まあ、そもそも水族館行かんし一人で。どうする、その時に限ってさ電車一緒とかやってさペンギンがさデートしてるとことさあってなったらおもろくね。あのリアルさあれみたいになるくない、アイドル失格なんかさ
そういうシーンあったやん、水族館でさ写真撮られてるみたいな。例えたろかな、大トラ。まあ合わんけどな。花火大会でも探してて、おったけど見つからん。おもろいよな。でもたまに外で会うから。だってフルフル先生かってすごいで、四国で会うってなかなかないで。そんなことあるってな。あ、乗ることもあるから。それであの人は彼女できたら隠しきれへんタイプ。まあおめでとうですね。やっとですか。遅いですよ。ほんと。一番印象に残っているところは、なあ、天ぷら食べに行ったもん。やっぱり彼女やったんじゃん。これが全部復讐、復讐じゃん、伏線回収。伏線回収が混ざって復讐になっちゃった。いいし。ほんま。2学期終わる頃にはもう、ああ、俺失恋したんかなとか言ってんじゃん。やっぱり後書きか。ここが一番良かったよな。あったろ。これが全部復讐やめ。じゃあ伏線回収。死にたがりの君に送る物語の読書感想文書いてんね今。この本は私が書くからよりいいと思ってる。だってな、ちゃんわかるやろ。ほら、彼女と公園見に来たら。一回言われたよ、なんかお話し会来てください、あのうん、お話し会握手会来てくださいよって言ったら、じゃあ女の人連れて行きますって言うから、うん、全然いいですよって言ったら、なんかその後一生黒島機嫌悪そうって言われた。いいよ別に、全然連れてきてもらって、全然いいですよ。もう彼女さんと全然握手しとくんでいいですけど、うん、こういう人が好きなのねって思ってるだけ。別にどうでもいいですよ。100枚くらい、えぐ、熱意すごいな。いい本やったね、この本は。なんて書こうかな。すごいアイスや。彼女さんには神対応。他に面白い本、そうやな、読んだことあるかな、有名やし。4月になれば彼女は、僕は明日君の昨日の君とデートするか。まあ仕事の超基本でも読んどいたら。おもろいでー、これ何回も言うけど、めっちゃおもろいから読んどき。箱舟もよかったかな。小学校の時に読んだやつやからあんま内容覚えてないけど、あの夏が飽和するもよかった気がする。めっちゃ気に入ってた、小学校の時は。もうあんまり読んでないから覚えてない、っちゃ覚えてないけど。
映画を見た。あ、映画先見たか。この間読み終えたやつ、この間読み終えたやつがこれ、死にたがりの君に贈る物語。アニメになってたやつ。どれの話や。何それ、箱舟さくら丸。あのノアの箱舟とかの方の箱舟。なんかね、閉じ込められる系。なんかの賞にノミネートされるやつ。ああ、4月になれば彼女は。そうやな、映画もあるし、アニメは知らんけど、あるんちゃん。よかった。なんかカメラ持ってる。じゃ、この本読んだから、カメラちょっと写真撮ってたけど、もうやめた。ちょっと携帯に送るのめんどくさい。でも画質いいな。ちゃんとカメラで撮ったら。でもちょっとめんどくさくて、しかも自分が撮ったら自分が写ってないから、あんまり投稿できる写真がないっていう。何しようかな、後書きの部分です。え、読書感想文ってさ、ネタバレせん方がいい？ペンギンは今恋愛小説の歌の歌詞が身にしみる。それは失恋した時やろ。あの人も歌好きやからな。なんかうちの学年音楽好きな人多いっていうか大半好き。なんか異動になった先生も音楽好きやったし、っていうか音楽の専門の人やったし、クマさんも歌好きでよう歌ってるし、なら生徒に聞かせたいって言って応援みたいなんで歌ってるくらいし、あとペンギンも歌好きでバンドやってたしバンドボーカルおもろすぎるあれでやし、担任の先生も好きやし、あと新しく入ってきたっていうか途中から入ってきたフルフル先生も音楽好きやし、みんな音楽好き。ここは見込みちゃうねんな、ねじりやねん。無理やんな、やっぱりネタバレしちゃうよな。やでな。じゃあもうこれな、どうしようかと思って、あのめっちゃ迷ってるねん。え、読書感想文って2個出すとか無理？ちょっと聞いてみようかな。超気合い十分な人みたいな感じで、やっぱりそれも書いた方がいいよな。あ、違う、家にないんや、家にないんや、どうしよう。ペンギンが貸してくれた本な、ペンギンが貸してくれた本な、せっかく貸してくれたから、せっかくあなたに読んでほしいって言って買ってきてくれたから、それ書こうかなって思ったけど、急いで読んだから好きな部分とかもうあんまり抜け落ちてるから、うん、どうしようかな、書こうかな。それやったら本屋さん行って買う、買って読む。多い分には一応枚数の制限はあるねん、5枚までやんねんけど、2個に分けたらいけるよね。でも一発目からな、ネタバレしたら思んないよな、やっぱり。まあいっちゃん冒頭別に。一番印象に残っているところは後書きです。
泣きそうになった。あ、この本？みまさかりおりなんやな。勝手にいおりって呼んでた。アンジュさんのにゃんころ呼びかわいいよな。ずっと思ってたよ。みまさかりおりなんやな。難しい。みまさかりおり。なんか違う、消そう。難しい本を選んでしまったね。
携帯で書こうかな。難しいね。読んだ直後に書いとけばよかったな。カッコと丸って同じ場所やでな。なんか離れちゃうねんけど。40分や、そろそろ終わろうかな。あと数学だけ課題。あー疲れた。感想文？感想文苦手やで私。しかも一旦適当に書いてる。何の構成もなく適当に書いてってるもん。そう感じしまった。一旦適当に書いていて後から文法を直すから、とりあえずこれでいいや。違う時に書く。よいしょー。骨が眠た。明日も学級企画来たいな。明日こんなんや。まあいいか、時間空いてるし。私がおらん間になんか変いっぱい書かれてたらどうしよう。直すの大変やでな。さすがに進めへんか。大丈夫やでな。いやーなんか規則性のある仕事が出せたらいいんやけど、今回のやつ規則性がないからどうしようかな。このイラストめっちゃうまいよな。綺麗やわ、ほんま。
よし、ランキング見ます。13位、プロジュさん、ありがとうございます。12位、しおりさん、ありがとうございます。11位、変なとこしちゃった、りゅうさん、ありがとうございます。10位、トッシーさん、ありがとうございます。9位、オラオズさん、ありがとうございます。8位、ハルさん、ありがとうございます。7位、セイくんさん、ありがとうございます。6位、タカシさん、ありがとうございます。5位、マチカネクキトルさん、ありがとうございます。4位、マキコさん、ありがとうございます。3位、アラケンチョビさん、ありがとうございます。2位、ダテちゃんさん、ありがとうございます。1位、ムーチョさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ふぅ、さよなら、さよなら。ペンギン。なんで焦燥感？それで焦燥感はようわからんわ。別にそれに関しては焦燥感はないかな。私が感じるのはもっと違う場所。最近の黒島はだるいって。いや、そう思うよ。私もそう思ってた。だるい、最近だるいって言ってた。そのさ、1年の時にさ、仲良かった子もさ、めっちゃめんどくさいらしくてさ、めんどくさい女トップ2が現れたって言って言われてた。どっちが上なんやろ。私の方がめんどくさい気するな。そんなもんだよ。なんかめんどくさいやるなって分かっててやるよなって言うけど、ペンギンかってこれ言われたらこう言うんやろなって分かっててやってるからな。やってることは一緒ですよ。こう思うんやろなとかこう言うんやろなって思いながらやってるから。私は逆にそれに従順に動いてるって言っても過言ではないかな。ペンギンがあれやで、花火大会に行ったの何人って聞いて2人って言った時の反応はあえて予想通りにしたつもり。多分ふーんってニヤってすると想定してると想定してそう反応した。あえて分かりやすい方が楽やん。だからわざと含み笑いですよ。いやー、ついに春が来たか。夏やけど、過ぎたけど春が来たか。いつからやろな。やっぱりあの天ぷらくらいから。天ぷらいつだったっけ。あの天ぷらくらいから、あの天ぷらくらいで言ったんちゃん、くっついたんちゃん。あの天ぷらでくっついた。だって天ぷらなんかいかんもんな、普通の友達と夜に。さあ、黒島は卒業するまでにペンギンの成長したら言ってくれるっていう話を聞けるのか。どうする、卒業して急にペンギンが倒れて聞かれんかったら。どうするよ。急に彼女と
ブラジルとか行っちゃったら聞かれへん聞かれへん、どうする。いやー、ここまでじらされたら聞きたいよね、何を言いたいのか。成長したら言ってあげること、なんなんやろな。まどうせ私がどれだけ考えても答えの出るものではないと思うし、当たってたとしても答え合わせができるわけじゃないから私は考えないよ、だって無駄やもん。それならペンギンの彼女がいるいないを考察する方がマシ。いるんじゃない、おらんとかあんだけ言ってたくせによ、あんだけ国語の授業でおらんわとか言ってたくせによ、やっぱり嘘やったんやな。いや最近涙袋でかくなったなと思ったよ、なんか目の縦幅でかなったって思った、むくみが取れたんかなと思ったけど涙袋や、よう笑うようになったんちゃう。いいやん、彼女できてよう笑うようになったら、あんな笑わんペンギンやったのに笑顔が増えて、いいやんいいやん、いい人見つけたやん、割に合わんじゃない、身の程に合ったような人じゃないとダメなんじゃない、続かないんじゃないのかな。ペンギンメイクしてないよ、だから涙袋でかなったなって思ってん、縦幅でかなったから。ま全体的にでかなったけど、なんかな、ここまでいろいろペンギンって言ってたけど、こんな2個ベッド使ってゴロゴロしてる変なペンギンとか言ってたけど、ほんまはめっちゃいい人やから幸せになってほしいものですね。やっとですよ、やっと春が来ましたよ。あー、服装マシになる、どうかな、いや分からんで、その彼女さんはおるか知らんけど、そのペンギンのダッサい服装も含めて可愛いって思ってんのかもしれんや、その人はな、知らんで、おるかどうかも知らんけど、もしかしたらイマジナリーフレンドかもしれんけど、どうなんやろな、そういうところも含めて可愛いって思ってるかもしれん。ペンギンのあのボッサボサのなんか面白い髪型も含めて可愛いって思ってる可能性もある。あの鼻だけ出してちょっと用途合ってんのかわからんマスクの付け方すらも可愛いって思ってるかもしれん。あのスーツ着てお腹の下にズボンが下がってちょっとお腹がまん丸に見えるようなスーツでも、シワシワやけどパンパンすぎてちょっとシワ伸びちゃってる感じのスーツでも可愛いって思ってるかもしれん。マスク鼻の上まで上げたらちょっと蒸気が溢れて、まあ、目この蒸気が溢れていってメガネが曇っちゃうところとかも可愛いって思ってるかもしれんやん。イライラするからって言って生徒に当たり散らしてんのも逆に可愛いって思ってるかもしれんやん。ね？でしょ？そういうところも含めて可愛いって思ってるかもしれんから。彼女さんやったらな。あーダサいって言ってるやつ彼女さんが選んでたら確かに何気にする、え、そう、全然褒めてるよ、全然褒めてる。めっちゃ偏食で何も食べられへんのも可愛いって思ってるかもしれへんし、ね、人と話すの苦手やからあんまり近づかれたらちょっとあっってなっちゃう感じのやつも好きなんかもしれへんやん。ちょっと近すぎたらってなるし、うるさかったらあーってなるし、人混み多かったら頭痛くなって気持ち悪くなるし、それでも可愛いって言うかもしれへんやん。人それぞれやからさ、やっぱりな、会う人もおるんちゃう、こんだけ人おったらな。
あんなずんぐりむっくりの足短いただのペンギンでも驚くときはってなるような動きしてても、ボール飛んできて取ろうと思ったらドアの端っこにぶつけていたってなってるようなペンギンでも、ドッジボールの時にボール転がってきてかっこよく蹴ろうと思ったらスカッっていったようなペンギンでも、かわいいってなるかもしれひんから、誰かもな、こんな気しとったら。もしかしたらおるかもしれひん、この世界に一人くらいはおるかおらんか、奇跡的な出会いよな、見つけてたらな。どうだか、それにも嫌気がさす日が来るかもよ。ダンス踊られへんのにめちゃめちゃできてる風な顔だけしてるとことか、おもろいな。お腹ぷよぷよやし、腕短いし、腕短いから腕組んだらこんな感じやし、首短いからスーツ着たらギュッってなってるし、髪の毛珍しくセットしてきたかと思ったらなんかパサッてなってるし、それでも可愛いって思ってるかもしれんから、そういうところもって思ってるかもしれん。なんか最近ペンギン懐かしい話してくれるから嬉しいわ。地外保険とか昔の配信の話とか、ま、全部可愛いと思ってもらえる人に出会えたならよかったね。ポンポン弱点が出てくるな。だってこんだけ一緒におったらもう分かるって。ダッサいで。バスケ部の顧問やからバスケ見ててボール飛んできてメガネ割れるし、メガネ割れたと同時にここ鼻怪我してここに絆創膏貼ってるし、どっかでぶつけて膝怪我して膝に絆創膏貼って小僧みたいになってるし、立つときいつも仁王立ちやし、ペンギンはちょっと弱いから嫌やったんかしてプーマプーマにしてるし、おもろいよな。髪の毛硬すぎて T シャツに刺さってるし、それでもいいんかもしれひんな。よかったな、そんな千載一遇よ。全然違う場所合ってるこれ使い道。ペンギン伸びた、いや勉強できるから。あー勉強できるって自分で言っちゃうところとか、俺テニスどこまで行ったからみたいなちょっと自慢しちゃうところとか、自分の応援してるなんかやつが負けたらちょっと怒ってテストとか難しくしちゃうところとか、そういうとこよな。黒島がアホなん分かってて地外保険とか無駄に難しい言葉使ってくるとことか、そういうのよな。私面食いじゃないから。共有できること多いから彼女と仲良くなりそう。なるほどね、ペンギンの彼女と仲良くなれるってこと。すっごい変な関係になるくない。彼女さんと知り合いやし、こうなんかな、面白い関係になるな、それやったらな。おもろ、一回見てみたいわ、見てみたいな。あー彼女さんが、あもう59分や、さよなら。みんな拡散しといてペンギンの情報、今日配信で言うって言ったから。さすがに見てはないと思うけど、まあ通知取ってないから何時にやるか分からんやろしな。拡散しといてな。そうだな。